皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。白ドラ界最強キャラ、もう安定のねトップクラス最強シリーズと言われている転生シリーズ、レードラとねブルードがいると思うんですけど、まあ、間もなく、まあ、あとね2ヶ月ぐらいで再販なのかなっていう感じがしてるんですけど、まあ、ちょっと予想ですよ、あくまでも予想ではあるんですけど、もうなんか両方聞いたからこれでいくんですけど、今回ねこのねレードラブルードで、まあ、どっちの方が強いんだと、2体同時に引くことは無理だよって、片方しか引けないんだよって、じゃあどっちの方が強いの、どっちを引いた方がいいのっていう質問がね、まあ、あるんですよ。でまあ当たり前ですけどサブリーダーで設定してるんでね、もうここで結論出てるんですけど、私個人的には圧倒的にレードラおすすめです。今回ね、このレードラを使いながらね、その理由とかね、そういう話もね、できたらいいかなと思ってます。さあ、戻った。ユキンコ行こうか。チビグリ。チビグリか。チビグリ強いんだよな、マジで。もうチビグリに駆られるからね、これ。ユキンコアビリティ。チビグリ、若強い。なんかゾンビだけど上、あでもゾンビはまあまあまあ仕事もらったからいいんじゃない、ユキンコがね、ユキンコさんが仕事もらえてるから。なんかこれ相手のゾンビ強くね、気のせい。レドラ行こうか。はい、ユキンコちょっともう使い道ない気がするんで置きます。前線置きして削ろうか。で今ねブルード来てるけどレードラ来てないんだけど、レードラの方がいい理由を話すと、レードラってあーロボー、これさロボさじゃなくて、あいつさユキンコのあれで結構削れんじゃね。うん、これユキンコでいくわ。おい何見てどこ行っちゃった。よいしょ、レードラの方がいいんじゃねえか理由を話します。召喚したときに、まず圧倒的無敵ね。絶対に無敵なんで、召喚時って。これ、しかも計算できる。で、召喚台としたとき無敵、召喚時のドーンで、相手のキャラ吹っ飛ぶんだよね。今、これちょっと届いてないんだけど。で、そのドーンの時の火力も高くて、で、かつ、召喚時のドーンは、地球同時なんだ。これね。あとは、召喚時じゃなくて、この本来のスキルに対して、スキルもね、ボルケーノっていう火柱が出るんだけど、あれも地球同時なんだ。で、ボルケーノは、殴った敵と、さらに対象2体まで炎の柱が出るっていう性能なんだけど、ブルードも無敵時間あるんだけど、圧倒的にレードラの方がいい理由として、召喚するだけで倒せるから。まずここ押さえてください。それでは次いきます。はい、それではね2戦目いきます。召喚するだけで倒せるから、ブルードの場合って召喚時無敵はあるけど、あんまり召喚時無敵がなんかあんま活用できないキャラなんですよ。なんでかっていうと近距離でも戦えるけど近距離キャラではないから、後ろから置くから結局召喚時無敵がそんなに噛み合ってなくて、でブルードの場合は、まあ、召喚して最初にね泡を出すんですよ。ポポポポって泡をね2個出して、でその泡がねデコイになってくれるんだよね。うん、これでいこうか、お肉とちょ。で、泡がデコになってくれて、でその泡は爆発すると相手にダメージを与えます。すごい優秀ですね。でそしてですね、そのデコになるから、その泡が攻撃を、ね、吸ってくれるんですよね。で、泡はね、5回殴られたら壊れます。なので、ダメージ量じゃないんだよね。5回殴られないと壊れないっていう、そういう仕様です。まあ、単純にね、すごい強いんですけど、あ、これ撃とうか。これ撃って間に合うかな、間に合うと信じたけど、ダメだった。しゃあない。で、これ、ユキンコ横でしましょうか。ここもユキンコ行こうか。で、このね、今出てきたやつ、こいつ。こいつとかも、ドーンで、これで削れるじゃん、かなり。これでかなりがっつり削ってくれて、で、よいしょ、倒した。問題、これ上だね。よいしょ。こう上行っちゃおう。もうこれ負けるけどかなり削ってくれてるからとりあえずよしとして、でこう護霊が行って、これレードラ上だもんね。でこのレードラ召喚時にね、このね相手のねこの今のピクシードラゴンの
カゴ全部吸ってくれんだよね。倒したじゃん。マジついねえね、これ。これカゴね、吸うのね、結構バグってて、普通にやってることやばいんだ。だってさ、ピクシードラゴンっていうさ、すごい強いキャラがさ、当たり前だけどカウンターのカゴを出してきて、でそれをさ、出されたらやっぱ攻撃したくないじゃん、みんな。こうね、アイドン、これで同化せるじゃん。同化してくれて、トレデを取りに行ってくれるっていう。これもすごい優秀だよね。はい、取れる。ピクドラもね、明確なアンチになってるんだよね、レドラ。あ、で、やっぱなんか、砦前に敵が来ました、困ったなって時に、ブルードの場合って、泡出してっていうまでに、ワンテンポあるんだ。それで、どうしてもね、召喚して、まあ、まず壁にしたくないし、ブルードを。泡を壁にしたいんだけど、泡を壁にしようとすると、どうしてもワンテンポあるから、どれ取られちゃうんだよね。でも、レドラの場合は、問答無用で絶対に守れて、しかも守るだけじゃなくて、倒せて、レドラの召喚だけで。ブルードは泡出して、間に合ってもブルードの攻撃しないと倒せなくて。でも、レドラは、召喚だけで倒せて。でその後のスキルドーンとかもあって、その火力もすごくて、もう基本的にね、砦前を圧倒的に死守できる。大型戦での火力も出してくれ、壁にもなり、で、壁かつ倒してくれて、もうね、超優秀。はい、行きましょう。まあ、ブルードももちろん優秀なとこいっぱいあって、あのランクは正直同じぐらいあると思ってるんですよ。両方とも S ランクは、まあ、全然余裕であると思ってて、まあ、S ランク、SS ランクあると思うんですけど、そのね、ブルードもね、すごい優秀で、スキルの火力がですね、まあ、レードよりも高い。もちろんね、当て続ければっていうね、あの条件はあるんだけど、スキル火力はレードより高いし、で、しかも泡をね、味方のキャラにつけてあげると、その味方のキャラがね、あの泡ついてる間、状態異常を無効にするんですよ。もうそれも純粋にすごい優秀じゃないですか。とか、もあったりするんですよね。それぞれに、いいところがしっかりあるんですよ。長所がね、しっかりとね、分かれてて、全く同じキャラではないんですけど、自分がおすすめできるのは、初心者、中級者、上級者、すべてには、もうレードラです。圧倒的に。圧倒的レードラの方がおすすめできると思ってます。自分はね、もちろんブルードの方が好きな人もいると思いますよ。思うんですけど、自分は圧倒的にレードラ派です。そうです、触られたくない。うん。なんかユキンコやられてんだけど、なんで？あ、マクロスの攻撃食らったんか。マクロス嫌だな、マジで。どうしようかな。スキル打ってほしいんだよね、これ。そう。削ってほしいんだよね、これ。ナイス、それでかっ。で、フォアガミガーで。あ、それやばいね。やばいけど、これもね、まあ、真っ向は死ぬじゃん。まあ、しょうがないとして。今回はね、考えるのも、あれ、対象になってくれたからいいんだけど、ああいう時も、レードラでズドーンもできます。今回ね、レードラ置かずに済んでるだけ。やべえ、これってなった時にレードラドーンができるのが本当に優秀だから。今度置いちゃっていいと思う。召喚時のあれあんま関係ない。ああ、召喚時のあれも入ったね。入ったけど別に入んなくてもいい。ドーン。さあもらいに行こう。取りで取ったね。まあこの試合は特になんかですね、レードラのおかげっていう感じではなく、考えるとね、あのフォアがすごい頑張ってくれてって感じではあるね。はい、ありがとうございました。はい、それではね、ラストいきましょう。ラスト、さあレードラね、もうなんかレードラのおかげで勝ちましたっていうシーンもね、撮れたらいいんだけど、まあ、大体ね、レードラのおかげで勝ってるシーンって相当攻め込まれてめちゃくちゃ苦しい状況だから、そうならないことの方が大事なんだよね。まあそのやばい状況を覆してくれて抑えてくれるのがレードラなんだけど、大型が後半来なかった。まあ、こういう大型がいない時とかは、特にレードラすごい優秀かも。あと魔法使いとの相性も超抜群。
オークと魔法使いって相性すごい良かったじゃないですか。あれもいいんだけど、レイドラ魔法使いもめちゃくちゃ良くて、エイリーは本当にいたとシンプルで、オークの場合って火力完全に魔法使いに任せっきりなんだよね。でもレイドラの場合ってレイドラで火力出せるんだよね。戻れるぞ。ナイス。さあここだね。怖そう。雪子残しちゃいけない。うん、これで削ってもらって、オフィーいいよ。あ、ワンパンじゃない。でもあ、だから一応雪子がね、このチビホワに対して強し持ってるんで、そこ任してもいい気がする。雪子が雪玉打てばね。そう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 、届く、届いてるね。オッケーオッケー。そう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 、雪子頑張って。取り手自体はワンパン。そう、取れるぞ。このままいけばへそくりくんがいて、これ爆発しちゃうんだよね。一回爆発見てからしないと剣士もったいないかも。あー、なるほど。例えばなんだけど、ことか、いくよ。レイドラちょっと上に置くじゃん。こういうこともできるんだよね。レイドラで壁張りながら魔法使いで火力を出していく。まあ魔法使いからあるだけで倒せましたってこともできます。なるほどね。ちょっとあそこはこれ以上無理かな。魔法の雨はするけど気休め程度。はい、というわけでこれはもうドローですね。これ以上いけないですね、残念ながら。お、取ったぞ。なんだなんだ、まさかあるのか。いや、ないな。さすがにないね。はい、というわけでドロー。ただこのレードラプラスアルファっていうね、オークと違ってレードラ本体も火力出してくれるよっていう、これも強いです。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。レイドラブルとね、両方ともすごく欲しいんだけど、どっちか、どっちかならば間違いなくレイドラ派です。はい、使いやすさの問題だね。使いやすさ的に圧倒的にレイドラ、もう初心者、中級者、上級者全てに使いやすさ的に自分がおすすめしたいのはレイドラです。はい、なのでね、転生シリーズ復刻した時にどっちかしか取れないんだよなとか、両方とも持ってるんだけど、どっちをね、激レア狙いに行こうかなとか、全部取れればそれはもちろんそれが一番いいんだけど、そうじゃない場合っていっぱいあると思うんで、そんな方にはね、レイドラをおすすめします。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。